皆さんこんばんは、小池晃です。桜を見る会が大問題になっています。で、結局これは昨年の国会で共産党の田村智子議員の質問に対して、挨拶は自分はしたけれども招待者の取りまとめには関与してないと言っちゃったことで、そこに辻褄を合わせるためにもみんなが必死になって嘘をついたりですね、資料を隠したりしてるわけですね。で、森友と全く同じで、森友も最初に私や妻が関係していたらそれはもう総理大臣も国会議員も辞めると言ったもんだから、もうそれに合わせてですね、文書の改ざんが一斉に行われたんですね。もう財務省なんか自殺者まで出してるんです。で、私はですね、これ本当に深刻な問題で、その官僚が総理や官邸の意向を忖度して都合の悪いものはなくしてしまう、国会には改ざんした資料を出す、で政治家は誰も責任を取らずに役人だけに責任をつける、でまさに日本の行政がですね、本当にこう私物化、機能低下、でこれはですね、国民にとって本当に不幸なことだというふうに思います。で、昨年はですね、日韓関係が悪化してメディアでも喧嘩、もう本当にどんなメディアを見ても、もう比較的リベラルだと言われているような新聞を見ても韓国バッシングということがですね、出されていて、多くの方が心を痛めてきたんではないかなというふうに思っています。で、私たちは政治の責任としてこの事態を打開をして関係の改善、相互理解、そして友好の促進ということを目指して粘り強く努力をしてまいりました。超党派でもいい動きはあったんですね。昨年11月の日韓韓日議員連盟の合同総会の共同声明、ここはですね、我々の主張して過去を直視して未来を志向する金大中、小渕、日韓パートナーシップ共同宣言の精神に立ち戻り、両国関係を早期に正常化させなければならないという認識で一致したということが、これは全会一致の確認として書かれているわけです。日本側にとって一番大事なのは、過去の植民地支配への真摯な反省の立場を揺るがせないと、後退させないということではないかというふうに思っています。で、これはですね、日韓関係だけではない、日本とアジアと、そして日本と世界のまともな関係を作っていく上で絶えず問われる問題であるというふうに私たちは思っています。ところが安倍政権は過去の侵略戦争、そして植民地支配に対する責任を明確にしない、逆に正当化する、戦後70年談話でもですね、そういったことをこうあらわにしたわけです。で、これがですね、大きな矛盾や問題を生み出しているというところに深刻さがあると思っています。徴用工の問題、でこれは多くの朝鮮人が日本の企業、工場、炭鉱、強制的に働かせられて虐待、食事も与えられない、お話聞くと本当に過酷な環境で働かされた、多数の死傷者が出た、で賃金が支払われなかったという例もたくさんあるわけです。で、こうした中で韓国の大法院が一昨年の秋に元徴用工の訴えを受けて、日本の植民地支配と直結した反人道的不法行為だという判断を出して、企業の賠償責任を認めました。で、一方で日本政府は国際法違反だと、これを繰り返しているわけですね。1965年に締結された日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決をしているんだと、もう門前払いで判決を拒否して韓国を非難しているわけです。で、我々日本共産党はこの日本政府の態度には重大な問題があるというふうに考えています。で、日本政府が言う、仮に日韓請求権協定によって日韓両国間での請求権が解決済みだとしても、実際に被害に遭った個人の請求権まではこれ消滅させることはできないんだと。で、そのことは日本政府も国会答弁で繰り返し表明してきたわけです。公式に表明しているわけです。で、1991年に当時の柳井俊二外務省の条約局長は、これは日韓両国が国家として持っている外交保護権を相互に放棄したと、個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではないと答弁をしています。政府だけではありません、最高裁も
2007年に同様の判断を、これは中国との関係ですが、西松建設の問題で日本と中国が共同声明を結んだ際に個人の裁判上訴求する権能を失ったとしながら、それぞれの人の請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではないという判決を下して、そして西松建設と被害者の間で謝罪し和解金を払うという解決がにつながったんです。で、日本政府も日本の最高裁も韓国の政府も韓国の大法院も4社がこの点では完全に一致をしている、個人の請求権の存在を認めている。で、この一致点が解決の糸口になるではないかというのが、私たちがこの間日本政府に対しても求めてきていることです。で、さらに言えば日韓請求権協定の交渉過程でも日本政府は植民地支配に対する不法性を認めていません。謝罪もしていません。もちろん植民地支配に対する反省してないわけですから、だから当然日韓請求権協定でもこの問題解決してないわけです。で、韓国の大法院はこうした下で結ばれた請求権協定が未払い賃金の問題は別として、慰謝料まではそれを請求する権利までは否定しているとは見られないというふうにしています。だからその大法院の判決は未払い賃金じゃ保証金ではなくて、不法な植民地支配に対する日本企業の非人道的な労働に対する慰謝料だと、だとすればこれには耳を傾ける必要があると私たちは思っています。日本政府そして日本の企業は被害者の名誉と尊厳を回復して公正な解決を図るための努力をするべきだということを強く訴えたいというふうに思います。日本共産党はですね、日本とアジアの和解のための5つの提案というのをやっています。で、これがやっぱり解決を導くんではないか。で、私たちの提案、一つは村山談話、河野談話の革新的な内容をしっかり検証して、この談話の精神にふさわしい行動をとって談話を否定するような動きはきっぱりとこう封じていくということが一つです。二つは日本軍慰安婦の問題については被害者への謝罪と賠償、人間としての尊厳が回復される解決に踏み出すこと。で、三つは国政の場にある政治家が靖国神社を参拝することは侵略戦争を肯定する意思表示であり、少なくとも首相や閣僚による靖国参拝は行わないということを日本の政治のルールとして確立をすべきだと。第4は民族差別を煽るヘイトスピーチを根絶するために政治が確固たる立場を取るということだ。で、最後5番目に村山談話や河野談話で示してきた過去の誤りへの反省の立場を学校の教科書に誠実かつ真剣に反映させる努力を貫く。これは私たちの5つの提案です。で、これはやっぱり土台に据えてこそ真のアジアと日本の友好関係を築かれるし、世界からも信頼される日本になっていくのではないかと、このことは大いに訴えていきたいなというふうに思っています。それからもう一つ私たち言ってるのは、安倍首相がですね、国会でそのいろんなことを言われたときに何を言うかというと、かつての民主党、悪夢の民主党政権と、これしか言わないわけですね。僕が予算委員会で安倍政権を批判したときにも、民主党政権のときはというから、私は民主党じゃありませんよと言ったこともあるんです。とにかくそれしか言わないわけですね、中身じゃなくて。で、やっぱりその今の新しい政権構想を示すということは、やっぱり こういう卑劣な共闘に対する攻撃への断固たる回答になると私は思っています。なぜならば民主党政権じゃないですから、共産党も入るわけです。共産党も入る政権になるんだということが、悪夢の民主党政権という攻撃に対する一番的確な有効な反撃になると私たちは思うんですね。で、市民連合とは13項目の政策合意を結びました。かなり中身は、ね、充実してるんです。安保法制廃止、立憲主義回復だけじゃありません。安倍九条改憲発議に反対する。沖縄については辺野古新基地建設は直ちに中止をする。
普天間基地の早期返還撤去、軍事費を憲法9条の理念に照らして精査し、他の政策の財源に振り向けるということも書いてある。原発再稼働を認めず原発ゼロを実現する、消費税増税中止、税制の公平化、これはもう増税前ですから、これ保育教育雇用に関する予算を飛躍的に拡充する、最低賃金時給1500円、8時間働けば普通に暮らせるルールの実現、若い人々が安心して生活できるように公営住宅を拡充する、 LGBT に対する差別解消、女性に対する雇用差別賃金格差を撤廃、選択的夫婦別姓、議員間男女同数化の実現、これ実現すればね、全く今とは違う日本を作れるじゃないかと。で、こういうことを掲げて新しい政府を作ろうということを国民に対して示すのが今の野党の責任であるというふうに私たち思っています。これ経済問題もそうだと思うんです。野党間では格差を正し、家計暮らし応援第一の政治にしようと、ここまで一致できる。しかしこれ本気でやろうとしたらば、財界の今の中心、財界中心の政治という歪みとぶつからざるを得ない。例えば消費税、増税反対までは一致しました。でそれで参議院選挙戦いました。じゃあ今これからどうするか。我々は最悪の不公平税制である消費税は廃止すべきだと、当面 5% に戻すべきだというふうに言っています。令和新選組なんかもそういう主張しています。しかし他の野党はやっぱ減税要求にまでは言ってない、ね、やっぱり私たちはこの根本にあるのは、この間法人税の減税を繰り返しですね、富裕層の所得税の減税を繰り返してきたわけですから、それを元に戻せば十分財源あるじゃないか。やっぱり財界中心の政治の歪みを正せば、消費税を減税しさらに廃止まで持っていけるじゃないかということを主張してるんですが、ここまでやっぱり野党共闘として一致してるわけではない。やっぱり日本共産党がこの点で財界中心の政治と戦うんだという旗を揺るがず掲げていくことが、野党の共闘を前進させる上でも暮らしの問題でも大きな力を発揮するなと思っています。第二次大戦の前は人権問題というのはこれはもう国内問題で、よその国は口出してはならんという世界だったと思います。しかしナチスドイツ、そして日本軍国主義の人権侵害が世界戦争につながる。でそういう教訓を踏まえて、人権保障というのは国内問題ではない、国際問題なんだと。さらに植民地体制が崩壊する中で、途上国が発言力がどんどん増してくる中で、貧困や問題、差別の問題、暴力の問題に光が当たり、ジェンダー平等ということが大きな課題になって浮上してきて、単なる生物学的な性差だけではなくて、社会的文化的な性差であるジェンダーの平等を求める。この点では日本は本当に後進国です。世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数で135カ国中121位です。でなぜか、一つやっぱり財界が後ろを見ている。先日 ILO の総会で職場におけるハラスメントを禁止する条約が採択されましたが、日本経団連の代表は棄権をしました。本当に恥ずべき対応をしました。もう一つの抵抗勢力は右翼的な潮流です。かつての家族制度を美化する人たちがですね、個人の尊厳を尊重するような流れに抵抗している。要するに個人の尊重を日本国憲法の下で強調しすぎたことが家族の崩壊を招いたんだというですね、ちょっとついていけない議論をするわけですね。例えばですね、選択的夫婦別姓、世界で、法律で、夫婦が同じ姓を名乗らなければいけないということを強制している国は日本しかありません。もう韓国だって別姓ですよね。で私は安倍さんにこのことを質問したんですよ。安倍さんはですね、選択的夫婦別姓については国内にいろんな意見があるから反対するっていうんですね。でそう言いながらですね、去年の秋の臨時国会の所信表明演説では金子みすずさんという詩人の詩を引用してですね、みんな違ってみんないいと言ったんです。だからみんな違ってみんないいと言いながらいろんな意見があるから反対するというのはおかしくありませんかというふうに代表質問でやったんですが、全く答弁がありませんでした。まあ多分答えられなかったんだろうというふうに思います。
私はね、この問題を放置しておいたら本当に日本は世界から取り残される。男女賃金格差ももう非常に深刻、まあ、これはもう率直に言うと韓国の方が男女賃金格差大きいというのは聞いておりますが、でも G7 の中で日本は最悪です。やっぱり、ね、こういう問題解決しないと世界から本当に取り残されるというふうに思ってますので、このジェンダーの平等というのは今回の党大会でも綱領の課題として生き続けて、あらゆる問題でやっぱりジェンダーの平等ということをやっぱり据えるじゃないか。これは戦争と平和の問題も貧困の問題も健康の問題もやっぱりジェンダーの平等を実現することっていうのを指標にして戦っていくことが大事なんだということを改めて強調もして、あの共産党の中央本部に人権問題の委員会、その中でジェンダー問題の委員会も設けて取り組んでいこうということも決めました。あの香港ではですね、今年去年の6月ぐらいの段階でまだデモが平和的な段階だった時も中国政府はですね、組織的な暴動だと非難をして香港政府を支持してきました。で、あの至近距離からデモ参加者に発砲すると、実弾を発砲するということも起こったわけですね。でしかも重大なことは、こうした弾圧が中国共産党指導部の承認と指導のもとに行われていることであって、我々は中国指導部が香港の抗議行動に対する弾圧を即時中止することを強く求め、事態を平和的に打開する責任があると。でこれはあの内政問題ではありません。先ほど言ったように人権問題ですから、これは重大な国際問題だということで、中国大使に対してもこのことは伝えました。やはりその中国の行っていることに対してそれを批判するという姿勢が非常に弱いんではないか、国際社会もそうだ、日本政府もそうだ。で安倍政権だって中国が中国がと言って軍拡の口実に利用はするんだけれども、例えば尖閣諸島に領海侵犯を繰り返していることについて正面から批判をしているからというとしていないんですね。香港での人権弾圧に対してもまともな正面からの抗議をしていない。というのは1月6日にその、日韓 の、 あの弁護士たちが声明を出してですね、協議体を作ろうではないかと言って、で私たち市民も答えなくてはいかんと思うんです。市民だけじゃなくて、それはやっぱり政界関係者とか保守の人たちも巻き込んでいくということを考えなくちゃいけないんですが、まあ、この保守の人たちというのは どんなことを皆さん思っておられるか、もしご存知でしたら、まあ、自民党の中でもやっぱりその日韓議連なんかに参加しているような方たち中心に、やっぱりこのままではまずいということは共通の認識になっておりますし、だからこそあの昨年のあの日韓韓日議員連盟の、ね、総会でもやっぱり小渕キム・デジュンパートナーシップ宣言の線でやはりその正常化するんだということで一致したと。だから、まあ、その根本問題でね、この、まあ、徴用工の問題についてはやっぱりその日韓請求権協定違反だと、国際法違反だっていうところは、はい、なかなかそこはもう変わらないんですけども、でもそういう中でもなんとか打開をしていきたいという思いは自民党の議員の中にもかなり強くある。で今年ちょうどオリンピックイヤーですし、そのオリンピックを、まあ、いわゆるナショナリズムというか、それの高揚に自分の都合のいいように持っていこうという流れがあるんですけども、その典型的な例がですね、森組織委員会があの旭日旗の持ち込みを許可するというバカな宣言をもう早々としているわけですね。で私たちの友達のスポーツ球場の会はつい先日それに対して正式に購入を申し込んだわけですね、森委員会に。共産党の立場としてはどのようにその旭日旗の問題はお考えになっていらっしゃるんでしょうか。旭日旗っていうのは、ね、旧日本軍の象徴ですから、これはやっぱりスポーツの場に持ち込むということは許されないというふうに思います。で、まあ、スポーツに政治を持ち込むなとかね、一方で言いながらこのもう最大の政治的なシンボルを持ち込もうとさせるということはもう全くの矛盾であるというふうに思っています。まあ、あのオリンピックについて言うと、まあ、いろんな、ね、もう懸念がありますよね。あのこう気温の問題もそうだし、でも今のコロナウイルスの問題なんかでこのまま果たして収束するんだろうかという懸念もありますし、まあ、いろいろとちょっと冷静に議論 していかなきゃいけない。もうオリンピックだオリンピックだで浮かれているようなことじゃないんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、中でもやっぱり今言われたような、まあ、軍国主義
的な、ね、側面をオリンピックに持ち込むことは断固として拒否しなければいけない。とりあえずじゃあ、はい、話はそんなことで終わらせていただきます。